35歳の少女は、2020年10月10日から12月12日まで、日本テレビ系、土曜、ドラマで放送された、テレビドラマ。主演は、柴崎公、湯川和彦が脚本を担当する。柴崎は5年ぶりの民放連続ドラマ主演であり、湯川とは2015年放送の、妻以来5年ぶりのタッグを組む。ストーリーの全体はシリアスな場面が多い。 家政婦の三田や同期の桜の制作チームが再集結する。不慮の事故で長い眠りについた少女が25年の時を経て目覚め、すべてが変わった世界を生きていく成長物語。物語の中で小学生の時に欠人が望みに化した児童文学書桃が随所で引用されている。1995年10歳の今村望みは、 お使いの途中で自転車のブレーキが壊れ、崖から放り出される。意識を失ったのぞみはそのまま25年間、眠り続けていた。しかし、35歳の誕生日にのぞみは目を覚ます。退院祝いですき焼きを食べるうち、家族や初恋である、広瀬欠人が、自分の理想とは違うものになっていたことを知りのぞみは、号泣する。のぞみは、体は35歳だが、 心は10歳のままで、血人に勉強を教わったり、反抗期を経験したりして、急速に成長していく。血人の過去のトラウマも解決したのぞみは、思いが通じ晴れて交際することになるものの、タイからは認められない。のぞみは、血人と暮らすため、家を出ていく。幸せに思えた生活だが、現実を見ている、血人と理想を語るのぞみは、次第にすれ違い。 のぞみは、血人のもとも出ていく。孤独感から、冷徹な人間になったのぞみはユーチューバーになり、時間の売買による圧旋で生計を立てていたが、元に戻ってほしい血人は、説得を試みる。タエも説得するが口論になり、そのうち無理心中をしようとしてしまう。しかし、タエが、雲膜か出血で倒れのぞみは助かる。 介護した、学、ま、みの功績もありたいは目を覚ますが、進む、次と、学、ま、み、望みと言葉をかわしい気を引き取る。望みは実家に戻り、学、ま、みと住むことを提案する。そんな中、望みは、雪の結婚式で、欠人と再会。ドタキャンした、司会の代役を務め上げ、北海道のローカルテレビ局のアナウンサーに、スカウトされる。迷った、望みだが、欠人に背中を押され、 北海道の地に旅立つ。36歳の誕生日。母が微笑んで誕生日を祝ってくれる夢を見た望み。夢であったアナウンサーの仕事をするのだった。ありがとうございます。